縦腰協会腰の字ゆうちゃんです。今日は、縦腰体操ってどんな効果があるんですかっていう質問をいただいてます。で、効果っていうのはね、いろんな言い方ができるんですけれども、今日は大きく3つの効果をお伝えします。縦腰体操の1、2、3です。覚えておいてください。これです。いきます。はい、縦腰体操の効果1、整体効果2、運動効果3、心理効果。この3つですね。整体効果、体を整える効果、歪んでる骨格を整えて体の不調や痛みを取り除く、そういう効果があります。2つ目が運動効果ですね。運動不足の解消につながります。で、3つ目の心理効果っていうのはですね、焦ってる人とか体が緊張してる人、気持ちが緊張してる人がリラックスしたり、逆にだらけすぎてる人がやる気が入ったり、そういうメンタルコントロールの方法としても非常に使われております。つまりこの縦腰体操ね、この3つの効果があるので、体が痛い人、不調がある人、腰痛とか肩こりとかね、頭痛とかそういうのがある人、それから運動不足の人、それから精神的にちょっと気持ちが落ちてるよっていう人ね、そういう人たちにお役立ていただける方法として仕上がっております。海外の方ではですね、メンタルとフィジカルを両方トレーニングするのをですね、MAP トレーニング、メンタル&フィジカルトレーニング、まあ、そのままの名前ですけど言われてて、例えば、何分か10分間瞑想してから10分間歩くとかね、そうやって分けてやるのが主流なんですけれども、縦腰体操のいいところはこれ一つで、もう縦腰体操やれば、フィジカルにもメンタルにも効くよっていう方法に作ってあります。もともと東洋の方はね、そういう方法が多いんですけれども、縦腰体操もそういう東洋医学とか東洋の身体療法の要素をね、エッセンスを取り入れておりますので、お役立てください。では、参ります。